皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー始めていきます。はい、今日はこのおもちゃを紹介していきます。ヨントイズより発売のトボット V パワートレインです。はい、ということでこのパワートレインですけれども、トボット V のシリーズの中ではですね、いろいろおもちゃが今まで発売されてきましたが、今までのおもちゃとちょっと違いまして、以前発売されましたこちらの映らないマスター V というですね、合体戦士がいまして、このマスター V 自体は一番最初の頃に発売されたこのスピードやですね、ロケット、モンスターといった主要3キャラクターが合体するというですね、キャラクターなんですが、このマスター V にさらに強化合体するためのサポートキャラみたいな感じになっています。はい、パッケージはこんな感じです。いつものトボット V のパッケージと同じような感じのデザインで、正面から中身が見える感じですね。今回のパワートレインはこのような SF 特急列車のようなビークルモードからロボットに変形するというようなキャラクターになっています。今回のパワートレイン自体がちょっと今までのトボットのおもちゃよりちっちゃいということで、ボックス自体も小さな感じになっていますね。合体後のマスター V があって、列車からロボット、こんな感じですね。トリコロールカラーの列車のロボット、マスター V、 スーパードリラー、パワートレイン、そしてその後に発売されるスティルス戦闘機型のロボット、合計6体合体ができるようになってます。紙類は説明書があります。こんな感じですね。トレインモードからロボットモード、そしてロボットモードから合体モードへの変形手順などが書かれています。それからマスター V にも入っていましたが、この厚手の台紙ですね、かっこいい CG イラストが書かれたもので、中にはちょっとうっすらとした合体後のイラストが書いてあります。付属のシールを貼っていくことで、マスター V、 スーパードリラー、そしてパワートレイン、そして最後のスティルス戦闘機のシールを貼っていけば完成するというようなものになってます。はい、ではビークルモードからまず見ていきましょう。はい、2両じゃないな、この2つの先頭のある特急列車になっています。 SF っぽい感じの特急列車、日本の新幹線にはないようなデザインですかね。ちょっと海外のような感じもしますね。窓、青いラインが入っていて、上の部分には赤いライン、ちゃんと黒があって、黒走行もできるようになっています。先頭車はこんな感じ、かっこいい SF っぽい感じですね。このワイパーの部分もついてますし、接続部分、連結部分も造形があります。上の方はメカニックっぽい造形だったり、このパンタグラフっぽい造形もありますね。後ろ側、これはロボットモードでは左右合体するような造形なんですけれども、腰の部分が左右反対になっていて、あとはこの部分ですね、右側のボディになる方に頭がついています。あと説明書ではですね、この腰のパーツはこういう縦にですねなるようになっていましたが、さっきのシールのやつではデザイン上こんな感じにしてあるような描写もありましたね。ここら辺は自分の好みでいいのかな。ちゃんと曲がったりしますし、このままでも心走行できますね。あとこの部分、ロボットモードの肘になる部分はちゃんと列車の連結部分っぽい造形になっていて、これも面白いですね。全長がおよそ30センチくらいはあります。長い、片方だけでも長いんですが、この後ろの部分にはジャキンと連結器があって、これを上下合わせることでちゃんとこんな感じで
連結して遊ぶことができます。同じマスター V のサポート合体ができるスーパードリラーと並べてみるとこんな感じです。スーパードリラーは4本ドリルのキャタピラのついたごっついメカですね。パワートレインは名前が面白いですね。パワートレイン、こんなに細くてちっちゃいですが、こっちのスーパードリラーの方がパワードリラーっぽい名前ですけど、スーパートレインじゃなくてパワートレインっていうのがなんかネーミングが面白いですね。並べてみるとこんな感じ。はい、そしてマスター V の3体と並べてみるとこんな感じ。いいですね、この合体バンクっぽい感じで、しかもなんか列車が入ることでちょっと勇者ロボ感が出てかっこいいですね。スーパードリラーまで並べてみるとこんな感じになります。ちなみに通常のトボット V、今までのラインナップ一番最初に発売されたスピードと並べてみるとこんな感じ。大きさがかなり違いますね。めちゃくちゃでかい。今回のはちょっとちっちゃめになってます。はい、それではパワートレインロボットモで変形させていきます。今回のパワートレインは今までのトボット V のこういったトーキーですね、アニマルアイテム、アニマルキーがですねないです。そのまま変形をしていきます。はい、ではまずはこの中間部分で外し、これを収納、そしたら両方これをまずはこの部分、足になる部分をチャキンと伸ばし、ここがつま先、それからこう上に、列車の上になっている部分を内側に倒し、ここですね、これをチャキンチャキンと下ろします。頭パーツを上に出します。一旦これは置いといて、反対側の足になる部分を伸ばしてつま先を出す。上の部分を内側になるように向けて、これをこっち側に下ろす。拳をで、ジョイントパーツを合わせて頭部の部分をロックすれば、パワートレインロボットモードです。はい、パワートレインロボットモードはこんな感じです。結構細めの特急列車が変形合体した割にはなかなかいい感じのプロポーションですね。細すぎず、なんかごつすぎずというような感じ。足も列車の先端部分がつま先になっていてシュッとした感じ。拳が面白いですね。この後ろの車両の部分が拳になってるというか見立ててるというような感じ。合体自体も左右合体なんですが、なんていうかこう X 字というかですね、このこう合体してる感じですね。これが面白いですね。クロス合体とはまた違うような感じになっていて、後ろの車両がこのように肩として折れ曲がってきているというのが面白いですね。背面はこんな感じ。足もこのようにちょっと斜めにカットされていて、立たせるだけでですね、自然とハの字立ちするような感じになれます。頭部はこんな感じ、なんか車掌さんが被ってるようなつば付きの帽子ですね。この丸い部分、なんていうかネジ止めの穴もいい感じに、なんかインカムみたいなデザインになっててかっこいいですね。顔は目の部分が塗装されていて、この青い部分は口というよかいうよりはですね、なんていうかあのガンダムの顎みたいな感じになってますね。ロボットモードでの大きさは頭の位置で20センチくらい、スーパードリラーよりかはちょっと大きいですが、
スリムな体型ですね。スーパードリラーはちょっとちっちゃいですけれど、ボリューミーな感じです。今までのトボット V、スピードと並べてみるとこんな感じ。今回のパワートレインはかなりサイズがコンパクトになった感じですね。マスター V と並べてみるとこんな感じの大きさです。マスター V がメインロボでサブロボというか合体ロボになるので、なんというかいい感じの大きさですね。ちなみにトボット V の最大級の大きさを誇るビッグトロールと並べてみるとこんな感じ。どれだけコンパクトになったかというのが一目瞭然ですね。そしてもう一つ分かりやすいところで並べてみるとこんな感じです。トランスフォーマー CG シリーズのオプティマスとウルトラマグナス、ボイジャークラスとリーダークラスになってますが、リーダークラスのウルトラマグナスよりちょっと大きいかなというような感じです。稼働は見た目に反しては結構動きますが、まあ最低限というような感じでしょうか。頭部が左右にちょこっとだけ動かせるようになってます。1回転はできないですね。これぐらいの角度で動かせます。肩はですね、自由に360度、変形の関係でこんな感じで動かせたりします。水平方向までここで上げれたり、ちょっと腕のロールはないですね。この角度だけですね。肘がちょこっとだけ動かせます。あと拳の部分、手首ですかね、手首がこんな感じ、ここでちょっと動かせます。胴体の可動はなくて、足が大きくここまでですね、前後に動かせて、水平方向90度以上上げれます。ロールがあって、膝が90度ぐらい、つま先は変形の関係上こんな感じで動かせ、ここは実はロールもあったりします。主な武器類はないので格闘タイプの戦いなんですかね。こんな感じで見た目の割には、レッシャーロボの割にはですね、大きく動かして遊ぶことができます。トボットの中でも割りかし動く方じゃないですかね。はい、それではいよいよお待ちかね、マスター V と合体させていきましょう。マスター V はすでにスーパードリラーと合体したモードになっています。今回のこのパワートレインは変形して足に合体します。往年の勇者ロボの下駄合体のような感じになります。はい、それでは合体のための変形をさせていきます。まずは両方をですね、真ん中からパカッと半分に割って、よいしょ、変形させていきます。頭部を収納し、列車をまっすぐします。そしたら今度はこうですね、これをこっち側に向けて、でこっちがくるっと回って、このままこれをこのように倒していきます。内側のこのジョイントとこっちのジョイントが噛み合うようにカチッとロック。そしたらここの部分、これが合体ジョイントになります。ここを足の裏に合体させて、こっちのジョイントで足の裏に合体させるようにします。反対側もちょっと、あ、こっち締めてなかった、よいしょ、はい、締めて、こう、あとはくるっと回転させて、ここをジョイント、このジョイントを出す。この時にここのパーツはこの長さの関係上こうまっすぐにはなりません。ちょっと斜めっぽい感じになります。合体準備状態に変形ができたら、今度はマスター V の方もちょっと準備をします。この足に合体するんですが、足のこの裏側に来ているタイヤパーツを全部横側にカチッと動かしていきます。カチャッと、はい、でここにそれぞれ合体するというような感じですね。では行きましょう。この足裏のここに
ジョイントはめて、足の後ろ側のジョイントもはめる。反対側も下の足裏のジョイントにはめて、後ろのジョイントもはめる。はい、これでパワートレイン合体完了。はい、こちらがパワートレインが合体した後のマスター V の状態になります。めちゃくちゃかっこいいですね。この90年代の勇者ロボを彷彿とさせる見事なゲタ合体ですね。後ろ側はこんな感じになってます。足裏のジョイントとこっちの後ろ側のジョイントでしっかり固定されているので、グラグラして外れたりすることはありません。しかも足裏にはコロがあって、この状態でもこの走行が生きているので走らせることができます。マスター V はもともとヒロイックな逆三角形の体型でしたけれども、スーパードリラーと合体することでマッチョなトップヘビーな体型になりましたが、今回のこのパワートレインと合体することで足の方もですね、ボリュームが出たりカラーもまた追加されたりしてですね、いい感じのバランスになってきたかと思います。この状態に合体させてしまったら、もうロボット玩具の宿命でほぼ置物状態になってしまいますが、本当にめちゃくちゃかっこいいですね。ドリルの腕に列車の足と、もう本当に男の子のなんか欲しいもの、かっこいいものが全部合わせたようなわがままロボットな感じですね。本当にかっこいい。はい、それではいろいろ見てきましたけれども、いかがでしたでしょうか。はい、今回のパワートレインはどちらかというとサポート合体キャラというような位置づけがちょっと強めなサブキャラ的な感じでしたけれども、それでもですね、単体としてビークルモードも SF トレイン、 SF 特急列車的なデザインもですね、独特なデザインでかっこよかったですし、列車としてもですね、それぞれ前後の車両をつなげて遊ぶこともできたので面白いですね。合体方法、変形合体方法もですね、独特で左右合体的なですね感じなんですけれども、列車が合体したとは思えないような可動範囲もあったり、単体としてもですね、僕的には個人としてはですね、かっこよくて楽しめるものになっていたと思います。デザインも本当にかっこよかったし、顔も車掌さんの帽子もかぶってるようなですねイケメンキャラでしたね。で、マスター V と合体するときにはこのですね、往年の勇者ロボを思わせるようなゲタ合体をするようなパーツに変形合体しました。これかなりいいですね。僕やっぱりゲタ合体好きだなと思いました。スーパードリラーはなんていうかそのままですね、腕とかドリルとかっていうような合体方法なので、強化したというようなパワーアップしたような感じっていうのが見て取れますけれども、このゲタ合体っていうのはなんていうか意味があるのかどうかというかですね、推進力がアップするのかなというようなイメージは湧くんですけれども、なんていうかこのグレート合体というか強化合体には欠かせないような要因じゃないかなと僕は思いますね。やっぱり子どもの頃から勇者シリーズだったりとかを見てきているので、この強化合体にはゲタ合体が欠かせないというような感じで自分の中では思ってます。はい、それでは今日紹介いたしましたのはヨントイズより発売のトボット V パワートレインでした。はい、いよいよ残すところ全合体まではこのステルス戦闘機型のロボットのみとなりました。これでいよいよ全合体6体合体が完成します。このステルス戦闘機は背中のウイングになったり、頭部のこの横のですねウイングがついたりとするような合体になるみたいで楽しみですね。はい、それでは今日の動画は以上となります。この動画に関するご意見やご感想がある方はコメント欄にいろいろご記入ください。待ってます。
はい、それでは今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。クロウでした。さよなら、バイバーイ。